まあ、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。今、ちょっとね、今日八王子の方に参りまして、この辺に、金魚とか鯉が売ってるお店ないかなと思ってちょっと調べてたらあったんで、今、そこにちょっと来ましたね。吉田観賞魚さんですね。結構広い敷地で半分ぐらいでも植物系ですね。色、まあなんか色のいろいろ入ってるみたいなんですけど、ちょっとあんまり見る時間なかったんで見てないですけど、結構広いっすね。でも今ちょっと鯉の息があったので、それだけちょっと動画撮りましたけど、まあ熱帯魚とかもういろいろ売ってましたね。錦鯉も結構いっぱいいて、まあ買う日はね、ちょっとたまたま中華だったんで寄っただけなんですけど、まあうちの僕がいつも行くような店にはいないような、すごい大きい鯉がいっぱいいましたね。まあほらここも結構いいのがいっぱいいたんですけどね。ここが1メーターぐらいあるのがね、結構いるんですよね。こう水深2メーターぐらいあるみたいですね。まあとてもじゃないけど、こんな鯉は息がないと飼えねえですもんね。水槽じゃ絶対飼えないですからね。まあ見るだけですけど、やっぱり深さも必要なんですね。夏場なんか浅いとすぐ水温上がっちゃうから、深ければね、だいぶ違うでしょうからね。まあ室内は冷房とかやればいいですけどね、外だとやっぱ深さがないとダメですよね。まあしかしやっぱ迫力が1メーターぐらいあるとすごいですね。こっちはクジャクが結構いたのかな。どういう風に分けてんですかね。こっちも大きいですね。クジャクも綺麗ですね、やっぱり。ここはとりあえずもう出て、今、戻ってんですけど。これはなんだっけ、フッサですね。横抱き白横のちょっと僕の好きなヤシの木が結構あったんで、ワシントンヤシがで、今日は金魚の後入れ替えをちょっとやりましたので、黒と赤を分けてたんですけど、まあ今回大きさというかね、まあなんとなくバランスが取れるように分けました。であとですね、ちょっと今日帰りにお店寄った時にちょっとね1匹だけ
金魚を一匹だけかちょっとね買ってきましたね。すで、うん、にちょっと家にいないタイプだったんで、まあいいかなと思ってね。それがねこの子ですね。これこの子、この子です。そう、これだってちょっとねちょっとうちにいないタイプの子だなと思ったんで買ってみました。うん、まあちょっとまだね入れたばっかなんで、まあなんとも言えない色ですけど、まあちょっと買ってみましたね。それとこっちがこんな感じになりました、うん、あっちから結構5、6匹持っていきましたね。赤い金魚、もうでもやっぱフルスモークシダーザーはこれ178の金魚ですね。もうね、まあ何度も言ってますけど、これがねだいぶ大きくなりましたね。これ本当にこれ198円でしたね。これね、そうだいぶ気に入ってますね。でですね、まあ捕虫だいぶいいバランスになったなと思って、まあ、小さい金魚は一応メインですけど、あと泳ぎがあんまり上手くない金魚と、まあ、あと向こうから何匹か持ってきましたね。もっとバランスもいいなと思ってて気に入ってますね。魚水槽はスモークなんで、フルスモークなんで前だけ張ってない感じなんで、張ってないっていうか前だけスモークが入ってないんで、赤い金魚が結構いい感じで見えるなと思って。そう、チビオランダも全然成長しないっすね。でも元気はすごいあって、すごい餌食べてんですよね、この子。これはこないだ買ったドラゴンスケールオーランドですね。まあ順調ですね、この子ですね。この子は黒オランダだったんですけど、真っ黒だったんですけどね、頭が赤くなっちゃいましたね。こう体3ですね、体3でした。まあとりあえずこの状態で冬を越して、まあまたこれからですけどやっていこうと思います。これですね、今日来た猫で3000ぐらいですね。3000だってしたね、まあ、結構僕にしては高いコツ。まあこんな感じで、まあ恋はね今だいぶ順調で、ビユッキも穴あきビオも治って、まあ順調ですね。恋の方ね、塩を入れて赤いのもヒゲが赤いのも治りました。クジャクバトもこないだ生まれた子もソファーぐらいまではね飛べるようになりましたね。そろそろ完全に飛べるようになるのかなって感じなので、また動画出しますので、いつもありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。